お、これ新人の新人の初参戦のニューカマーの真田さん登場ですね。真田さん、あ、ニューカマーって何ですか、はい、カマーほんまお客さんみたいな感じ、新しいお客さんみたいな感じですかね。そうなんですか、まあ、新人、あ、新人ですね。ルーキーとかって言わないんですか。そんな感じです。ルーキー初めて聞かれたカマーって言ってえとかと思いました。真田さんはまだ大学生でしたっけ。あれ違うか、なんかでもそれぐらいの若いですよね。若いですよね、うん、高校生までされてたってことはブランクは 2,3 年ってことですか。いや、22歳ぐらいって言ってたら多分4年ぐらいだ。高校生で18歳ぐらいまでですね、はい、確か。そうですね。真田は円寿って言うんですか。円寿、はい、すごい名前。これ初めて言いました、この字。紀元が円寿なんです。変な、あの、か、貝は人弁で、炎上は角成り、はい、すいません。いや、大丈夫、これだいぶこれで事件になりますからね。 No problem。 エンジですよね。エンジじゃないですよ。あ、エンジュ、ジュ、木だから多分ジュ。あ、本当にエンジュって読むんですか、はい、この漢字自体が。へー、こんな感じがあるんだな。これは角交換振り飛車ですね。角を交換した、円寿で変換できた。おお、角交換振り飛車ですね。角を交換して飛車を振って、これも最近ここ数年 7,8 年流行ってる戦法です。でも交換した方が好きなところに置けるからいいじゃいいんですかね。その通りですね。お互い損がない。ただ、そう、お互い様なのでお互いに気を使いますね、うん、打ち込みを隙を作らないように、うん、いやでもなんか真田さんはね、見た感じ強そうですよね。ね他にもなんか将棋が強そうな顔をしてる。なんか女の子みたいな顔しますね、若干。ああ、すごい優しい、ね、そうですよね、うん、色も白いし。スタジオにいらした時は裸眼みたいだったんですけど、すぐ眼鏡にかけて、将棋の時は眼鏡なんだなと思って。ああ、真田さんですか。真田さん、はい。7-2-2あります。なんか対局するときは何か変えるとか、メガネをいつもと変えるとか、ネクタイは決まった色とか、なんかショールパンツ履いていくとか。あ、そういうのはあります。やっぱ前勝った時のイメージを大事に。じゃあ負けた時のは捨てちゃうんですか。いや、たくさん負けるんで捨てない。こんなのいらねえよみたいな。負けた時のネクタイは次はしていかないですね。でも何回かやってるともうどれしたか分からなくなるんで、じゃあ またしてっていう感じですね。3-2玉、3二玉、うん、3-8玉。ちょっとずつ王様が移動してますね。今福田さんじゃあ、まあ、奈良原さんの番ですね、はい。奈良原さん、ちなみに真田さんは練習で奈良原さんに勝てないかって言わせます。奈良原さん勝ったんですか。多分終了までやってないと思うんですけれども、優勢な局面を作って、作ってましたね。2-8玉、最初から平手でやってましたし、うん、うん、すごい。私も結構長いこと将棋見てるけど全然よくわかんないですもんね、うん、いや、なんとなくでいいんです。1-4玉、あ、そういやさっきひぐみんが
1000ポイントの広告したんですよ。あ、本当ですか。本当に2回すごい、はい、本物や本物やってちょっと湧いてましたよ。ありがとうございます。 ありがとうございます。さすがに本物だと思います。私樋口ですって1000する嘘って結構やばくないですか。なるほど。みんなしてくれたらいいんです誰みたいな。さすが。さすがですよ。94。暑くないですか。ちょっとドア開けます。暑い、暑いですよね。暑いです。あ、お疲れ様です。あ、この人帰ってしまし、うん、これはまあ美濃囲いですね。まあ振り飛車と美濃囲いはもうセットみたいな。はい、そうですね。飛車がついたらこっちで囲うみたいな。はい、今7八3八か。7四歩、ちょっとずつ歩が出てきてますね。こっち一歩ずつ、新井さんに変わりました。新井さんに変わって今は真田さんの番ですね。円柱、円柱、円柱、一つ覚えましたね、今日でも絶対使うことない感じですよね、これ、どういう時に使うんですかね。そう、どういう意味なのかですよね。はい、左ですかね。5、8、金、左ですね。これ、5、8、金だけだとどっちがどちらかかわからないので、この左が動いたので、5、8、金、左、5、8、金、左、はい、なんかでも読めない名前の人結構いますよね、普通のその一般の人とかで、増えましたよね最近特に。いや、もうもうもうやばいですけど22玉小学校の先生いとこがやってるんですけど、もう読めないって言ってました。あ、振り仮名振っておかないと、なんかあといとこから聞いたわけじゃないけど、あわ姫って書いてアリエルって読む、多分人魚姫のやつだと思うんですけど、はいはいはい、すごいなと思って、カタカナみたいな96ポンコツ醤油、ポンコツにもならないんですけど私。いや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 、まずこう紙を横に置いてやる、はい、どうやって動くんだって言いながらやらないと。点数計算の紙を見てる感じと一緒ってこと。うんうん、考えない、むしろ役の表を見ながら、意味としてはそう、役の表を見ながらやってるみたいな。あ、でもマージャン覚えたところ、こう役のこう、見ながらやってましたよね。うん、やってたんです。あと、不計算とか。ああ、不計算、私なんかあれで覚えましたもん、このペラペラめくる、何でしたっけ、カンニングペーパーじゃなくて、違う、あれ、あのくるくる、表と裏に字かけるやつ、なんて言うんですか、あれ、誰か教えて。表と裏に、そう、なんか四角い文房具屋さんで売ってるやつで輪っかがついてて、あ、なんか英単語とか書いてる裏に、単語帳、単語帳、単語帳、あれに絶対ピンフとかチートイって変わらないじゃないですか。で、上にスモピンとラザーとか書いて、で、裏に点数書いてくるくるやってました。すごい努力家ですね。いや、さすがに試験受けなきゃいけなかったね。あ、ほんと、あ、そうか、勉強そう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 か、そうか、ドヤ顔で知りませんっつって言ったらやばいですもんねでも将棋も最初覚えてるときいっぱい本とか読んだんじゃないですか。本は読みましたね。ですよね。はい、なんか決まりがないから分かんないですよね、なんか。うん、まあ、最初はもうただ好きに動かしてるだけでしたけど、うん、まあ、でもやっぱいろんなセオリーというかあって、うん、まあ、そういうのやっぱ本を読んで覚えていって。将棋コーナーにこの前見に行ったんですよ。なんか全然興味なかったんですけど、はい、将棋の本ってどんなのあるんだろうって今まで でもこの番組出して、あ、それ将棋の本ってどんなのあるんだろうって見に行ったら結構あって、びっくりしました。超あると思って。でも大体麻雀の本と近くじゃないですか、囲碁将棋麻雀って。隣コーナー、コーナー的には。そうでしたっけ、囲碁と将棋しか見てなかったです。まあまあ、麻雀はもう全て頭に入ってるから全然気にならない。いや、将棋も僕も読んでない本も山ほどありますから、たくさんありますよね。本も出されてますよね。
ね。さっき持ってきました。そうそうですね、はい、持ってきます。持ってきましょう。持ってきましょう。そこはぜひ。そしてなんか本体さんが持ってきてくれたんですよね。持ってきた。あ、瀬川さんの本だっつって。六六銀。今は新井さんなんですね。そうですね。まだ、まあ、ただまあ先手陣はもう籠屋ある程度できてるので、はい、7だけ跳ねてですかね。あ、こっちだけが跳ねましたね。そうですね。あ、7、3だけ持ってきます。あ、さっき言ったのはこっちだけですけど、こっちを。こっち読んでたのでちょっと。すごい。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダン。これはあの横歩取りという戦法の本で、まあ、戦術書ですね。戦術書。これどちらかというと有段者向けかもしれない、ね。有段者向けですか。ぜひぜひ皆さんお願いします。こっちは。こちらはあの僕の自伝本。ね、うちもなんか将棋っぽくない。これはあの将棋知らなくても全然読めます。全然読めます。はい。泣き虫だったんですか。まあまあそうですね。そしてショッタンって呼ばれてたんですか。はい、ショッタンって呼ばれてた。家族とか、まあ、友達にですね。コメントにもさっきありましたよ、ショッタンって、はい、プロになるまでのやつとかをいっぱい書いてるんですか。はい、プロになるまでのお話で。あ、NEC とかいた頃ですか。あ、そうですね、あの会社で働いてた頃の話も書いてありますね。いっぱい書いてある。何歳の時ですか、出したの。これでもそんな前じゃないですよ。3、4年。でもこの写真はいつなんだろう。でもまあ5、6年前だと思います。5、6年前、はい、皆さんぜひ本屋さんに寄った時はお買い求めください。はい、これも将棋しなくても読みますから。はい、ます、いけます。ありがとうございます。ここに置いとこうかな、あそこの裏。ちょっとしか見えない、すいません。見切れて。いや、大丈夫です。自伝なんても何が何が分からなくなる。見えないっていう。あ、どうしようかな、じゃあ。あ、すいません、ありがとうございます。いけるか。よいしょ。いけた。あ、素晴らしい。もうこれマックスです。あ、ありがとうございます。すいません、いっぱいその間に多分しかも超動きました。ちょっと手がいくつか、まあでも駒組みですね。あ、と思ったら動きました。あ、うん、これを見たのか。はい、角を5、4に打ちましたね。角、まあ、これはこの歩を狙った7、6の歩を取ろうという狙いですが、トヨピーがカメラを動かしてくれる。トヨピーパニック。トヨピーメガネおしゃれですよね。ありがとうございます。おいける感じじゃないですか。これなんかちょっと台本カンペみたいなの落ちてる。確認。あ、いった、 OK です。あ、素晴らしい、完璧です。トヨピーありがとうございます。ありがとうございます。うっす。あ、ヒグインが買いますって。あ、ありがとうございます。広告もしてくれて、本も買ってくれて、なんていい子なんだ。なんていい子なんだ。して今が七原さんかな。うん、ね、5、4角に4、7角と打って、うん、はい、この歩を7、6角行ってみますか。はい、はい、おそらくこちらも歩を取るんですかね、7、4角と。うんうん、歩の交換ですか。うん、そうですね、お互い歩を持ち合って、で先手は次にこの6三に角が成れるので、はい、成りに行きます。で成られるとまずいですね、だからそれを防がないといけない。まあ、5四に引くのが、うんうんうん、6三になる手を防ぎながら次に7六に歩を打つ手を狙っているので、うん、あ、うん、そうなりましたね。さすが、奈良原さん。奈良原さんね。5、4、角。次は真田さんの番になりました。そうですね、真田さんの番。これは、
ちょっと難しいですね、真田さん、どう指すか。将棋にやっぱ年齢はあんまり関係ないんですか？強い人はやっぱ強い人はあんま強いんですけど、でもやっぱり若い方が瞬発力っていうのはありますね。じゃあ30代と10代だったら、まあ、10代後半ぐらいだったら30代より10代後半の方が強かったりとかするんですか？うーん、まあ、総合的な力は難しいんですけど、例えば1手10秒以内とか20秒以内に指さなきゃいけないってすごい早指しの勝負だと、はい、やはり若い方が有利だと思います。うん、年齢的に一番強い世代が多い年代って20代前半ぐらいが一番いい感じですか？まあ、体力もあって集中力もあって、ただまあ、将棋やっぱ経験も大事なので、うん、まあ、今やっぱトップの羽生さんとか、まあ、40代、うん、40代ですし、はい、7、6、1000ポイントの甲骨が ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、で羽生さんが、羽生さんはまあ今40半ばですけれども、はい、やはりまあトップですから、まあ、年齢だけではないですね、経験とかもあるね、はい、まあ、でも強い人は昔から強かったという意味はありますけど、うん、あの10代の頃から、うんうん、え、瀬川さん自身はどう、10代の時より20代の時より今が一番強いですか？自分で自分のこと、僕は総合的には今が一番強いと思ってます。ただやっぱ早指しの勝負とかだと、うん、まあ、昔の方が強いかもなとかいうのはありますけど。早いんですね、やっぱり。これはなんか戦いが始まりましたが。始まりましたね。お、と金になりました。これはどうなってるんだろう。と金 ?77 と金、はい、77風なりですね。77風なり。これはいい手に見えますね、77風なりは。どちらが指した？あ、新井さんですね。真田さん、はい、後手だから新井さんが指しました。今真田さんが考えてますが、7、6、5、4、3、2、おお、あれ、やっぱ若いから反射神経が反射神経が8、6、そうですね、本当は取りたいんですけど、とってやっぱりこの桂馬を、まあ、銀か桂で取られてしまうのが嫌なんですね、はい、一歩手前で、しかしこれは後手が良くなる順がありそうですね、うんうんうん、しかも角に当たる、あ、違う、皆さんも8号符、なんかいっぱい当たって、うん、なんかギュッてここに寄ってもらって、今ここで勝負が、桂馬がこんなに上に来てるのあんまり見たことないんですよ、うん、そうですね、うん、すっからかん、すっからかんって、すっからかんの方がいいんですよ。そうなんですか？これ騒げると言って使えた証拠なので、はい、うん、まあ、おそらく取るんですね、もうしょうがないから、あ、桂馬を、はい、まさに桂成りだと思います。なりましたね、桂成りで、まあ飛車の取り合いは、うん、後手もそんなつまらない、まあ同銀と取りますね。新井さんめっちゃ考えてます。何か、7三金で8五歩、7三銀ですね、うん、あ、おそらくもう8五飛車といっちゃいますかね。いっちゃいますかね。真田さんどうするか、ルッキーどうするんですかね。これ今8六の飛車取りにもなってますし、 7四の角取りにもなってるんですよね。 7四角と、そうですね、これで、ね、今次銀で角を取る手もあれば歩で飛車を取る手も両方あるので、あ、まあ、もう好きにしろと。なんかすごい、まあ、当たり前なんですけど、ここだと数字が出てるから分かるんですけど、うちらが見てるその2人選手が打ってる盤の目って数字出てないじゃないですか。出てないですね。すぐ言えるんですね。いや、まあ当たり前、ずっと当たり前なんです、ね、真ん中が5で9までしかないって決まってるので、それでもなんか全然私 目が追いつかないですもん。絶対こっち見直しちゃいますもん。ああ、でも最初はそうですよね、うん、あのやっぱり符号を覚えるにはこれ忘れ見ながら、飛車効果したね。飛車効果、自分をどうしたらで、ここでこの瞬間ちょっとこの角が
不安定ですね。この角を取りに行きたい。この角を取るのはどうやって取るんですか。まあ、飛車打って角取りにするか、うん、あるいはこう歩でちょこんと取りに行くか。え、ここにこれ打ったらダメなんですか。あ、抜け飛車で取られてないの。こうそれ取られる。八飛車。まあ、八飛車だと、うん、これも厳しいか。まあでも飛車打ち返すんでしょうね。うん。まあ。福田さんどうする。うん、これでも後手が今優勢ですね。新井奈良原ペアが8一飛車。いやでも今日はってことないですね。ハイレベル、ハイレベルですね。あのね、試合がそんなに新しい選手2人入ってるんですけどね。でも全員、ね、有段者という、6八と金を使いましたね。6八とっていうんですか、これ6八と金、はい、6八とでいいですね。と金でも間違いじゃない。間違いない、はい、6八とサイファーって何ですか。サイファー、あれこれ将棋じゃないのかな。サイファーって何ですか。サイファーの経験がある。あ、財布じゃないですか。財布はサーフサーファーですか。麻雀の財布じゃないですか。麻雀の財布ってことですか。え、どういう意味ですか。麻雀ってこうやってる人の後ろで記録者がいるんですよ。あ、財布で、財布ですね。あ、なるほど、なるほど。将棋も棋譜を取り、それ取る人サイファーって言うんですか。多分、初めて聞くんで財布のことだと思います。例えば財布やったの、多分練習でやったのが最後6年ぐらい前ですね。24K できるかな。私はイーシャンテンのマークとかがまだつけれない。なんかあれでもつける団体とつけない団体とか団体によってちょっと財布のあれも違うんです。記号のつけるやつとつけないとかあったりする。そうなんですね。言ってる間に局面は佳境になってますね。まあ、佳境は取りに行く手もあったんですけれども攻めに行きましたね。で2四桂と、あ、2四桂が先ですか。厳しい。で3七金、はい。まあ、これほっとくと3六桂と跳ねられて王様と金の両取りになってしまうので、うん、王様逃がすしかなくなります。まあ、そうですね、それを防ぎながら、まあ、今どっちがちょっと攻めてる感じですか。うん、これは新井奈良原ペアが断然攻めてます。かなりいい感じで、この8五の角がやっぱりお荷物なんですよね。うん、せっかくなんで真田さんにお助け出してほしいですよね。一回も使わずに。うーん、あ、でも言ってあげればよかった。やる前に、やるときは一手目からお助け出した方がいいよ。自分で後手伝ってなかったんですよね。そう、なんかかわいそうなことしたの。と金取られちゃいました。でもと金は取られても相手には不利しかならないので。あ、そうですね。でもいいんですよね。今はまだお助けは別に。お助けの存在忘れてるんじゃないですかね。言ってきてあげましょうか。お助け出さないのって、はい、でもこれは、はい、もう遅いです。これはちょっと止めてきましょうか。後手がかなり優勢ですね。止めてきましょう。いや、今お助け来られても、サラダ君初めてなんで、先生先生ちょっと何止める。止めて、サラダ君ちょっとお助け出したらって。でももう来ても俺助けられない。あ、しかも来た。言わなきゃって。来た先生、手遅れですって言ってください。いや、来る忘れてんのと思ってた。来た、死亡戦。だってここでそんな話されてるって知らずにお助け持って、先生なら助けてくれると思って来てるんですよ。ウキウキしながら若者が若者が、あ、来ました。あ、どうぞどうぞ。お疲れ様です。もう敗戦みたいな感じになってるんですけど。
いや今ちょうどお助けすごい使ってないねという話をしていて、いや今来られても困るね。そうなんです。番組的にいけいけみたいな。これはちょっとうまくやられましたね。そうなんですよね。そうですね、ちょっと八本角が残ってしまって、ヒグミンが、瀬川先生頑張ってください。ありがとうございます。そう、なんかどっかで端歩ついてなんか、はい、5、6角から8、2歩みたいなこと狙う、やる、できたらいいなとか思ってて、ああああ、そう、ただ先に角打たれちゃって、そうですね、厳しいです。これ、あの、円珠はどういう由来なんですか？由来、ちょっとなんか意味はどういう意味っていうか、はい、その、なんだろう、一文字の名前がいいなみたいな。これ言うとなんかちょっと本名じゃないってバレちゃうんですけど。あ、いや、まあ、本名かもしれないですけど。年中、いやいやいや、そうなんですね。となんか将棋に関係のない話ですけど、局面はこれはこれは厳しすぎる、厳しすぎるっていうか、とりあえず、とりあえずこの桂跳ねはそうですよね、めちゃくちゃきついので、まあ、とりあえずは桂馬を打ちましょう。で逃げられたら投了ですかね。厳しい手がないですもんね。まあ逃げ、これはこれはあの、いかなる名誉を持ってもという感じですけど、どうでもここにやっぱ角使わないとしょうがないので、この角をどかしに行きますかね。はい、まあ、5六歩とついて金とか打たれて投了ですかね。まあでも桂を打って、もし銀が取れればその銀を埋める感じで、取って埋める感じ、ちょっと形だけちょっとなんとか作れるように粘って頑張って、はい、ありがとうございます。お力になれず、いい、そんな、とんでもないです。ありがとうございます。頑張ってください。ここに助言投了ですかねって出てる時に投了ですかねってもう一回おっしゃったの。まあ、これはそうですね、プロなら投了 しても全くおかしくない局面ではありますけれど、その銀が下がらないことを願う。うーん、来た瞬間投了進めました。いや進めました。進めました。いやなんか向こうでも、まあ、います、なんかそういうちょうど話しててみたいねって大爆笑してて、この桂は打ってくださいって言ったんですけど、はい、しかしここは桂馬打ちました。パスされてもきついですね。銀下がった、まだ指してない。あ、銀上がった。あ、冷静ですね。ここね、指す手がないんですよね。ってわけではない。まあ5六歩と言いました。あ、その通り、はい、まあこれうっかり同竜とか取ってくれれば、ここを7歩と打って竜を取ることができ、これは急に大変なことになりますけど、さすがにそんなことはないか、ないでしょうね。ライさんのお、金か。これいつ投了するタイミングとかってあるんですか？まああの、私は今やっぱり骨が勝ち目がないと思ったそこは投了のタイミングなんですけれども、でも初めのうちはやっぱ詰まされるまでやった方が、ええ、やっぱ分からないですもんね、形勢、うんうん、判断も。金が下がったら投了だったような気がした。金が下がった、
今銀が出てきたような気が。あ、4五銀と取ってきましたね。はい、はい、投了のタイミングではないみたいに。そうですね、なんか やることがあればまだ投了はしないですね、うん、何か指す手があれば。でももう指す手がないというか、まあ見守るだけですかね、うん、あとは私たちは。うん、まあ、しかしなんかちょっとこれですね、これ新井さんですか、うん、新井さんもあれですかね、楽しんでるんですかね、うん、でちょっと、まあ、4八金とかの方が分かりやすい。これはもう4七銀打ちますよ。これまだ一勝負できるんじゃないですか。あ、できるようになります。あ、うん、あ、4六か、4六銀、多分4七に打って、はい、竜が逃げたら4九歩とか打てば、うん、また変わってました。ちょっとこれ結構硬いですね。これはあのもう一勝負できたかもしれない。まあ4六金と3六桂が嫌ですね。桂馬をこう跳ねられるのが、跳ねられます。ごめんなさい、大手ですね。大量かな。やっぱ4七にやっぱ将棋は王様さえ硬ければまあ、なんだかんだ勝負になるので。そうなんですよ、ね、王様一人でも勝てるんですよ。勝てないんですよ、私。そうそう、王様詰まさなければやっぱ王様攻められると辛いですよね。王様の裸は22手で指せるように。22手で、はい、最初始めた時は40とかかかってたんです。46とか36金、なんかハム将棋みたいな。ハム将棋、はい、はいはい、あれさん考えてる。あ、まあ4七金とかも考えてるんですけど、まあでもまあ取れるもんは取るのがいいと思います。3六角、やはりだんだん裸に、うん、裸の王様ですよ。上半身がなくなっていきたい。この前 SSF っていうイベント行ったら、はいはいはい、劇で裸の王様やってましたよ。裸裸面白かったですよ。来ていらっしゃって、ありがとうございます。来ていただいて、37銀でみんなでお揃いの T シャツ買いました。その27時間というか、なんかそう着られてましたよね。あ、27時間の時は着てない。その後はスリアラ将棋部、8月の後半のやつで着ました。みんなピンクで揃えてきました。ありがとうございます。新井さんだけ佐藤真也六段。ああ、はいはい。二上入りで。三八。これ一気に決めに来ましたね。うまい、詰ませば詰ませ。ちょっと詰みもありそうですね。ただ奈良原さんの番なんで、どうするんですかね。まあ、4七銀打って2八玉に、まあ、2七角成とすれば、まあ、即詰みもありそうですけど、まあ、詰ます必要もないので、あ、でもこれ詰ましたらかっこいいですね。こう2七角成として同玉に3五桂と打って詰んでるような。で2五金と打って捨てて3三桂と跳ねるのは罪なんですけど、はい、これ詰まして勝ったらかっこいいですね。でも詰まして勝つつもりですね、角を切ったということは。この罪を見切ってるのか。まあ3五桂、そうか、2七金の方が簡単か。あれですね、荒い奈良原チームはルーキーをめっためたにやろうとしてるんですかね。確かに容赦ないですね。確かに大人げない。大人げない本気ってことですか。もう大人げないよ、あとで新井さん大人げないよ、奈良原さんって。そうですね、下に引くのは2七、まあどこ逃げても2七金で常に全力みたいな。どこに逃げても、どこに逃げてもここに金を打って詰みですね。あ、で何か一手指して、あ、投了しました。
パチパチパチってなって。いつにもなく奈良原さんの表情が厳しかったようには見えました。あ、そうですか。そういう、うん、考えてるっていう感じ。まあ、最後は罪ですもんね。罪を多分引き切って。あ、お疲れ様でした。ご大な内容で申し訳ありません。本当に。いや情けないです。でも最後は綺麗に即詰めにとって、爽やかでしたね。ちょっとお助け行くのが遅すぎましたかね。さすがに、もう時すでに遅し感満載でしたね。さすがに。奈良原さんと新井さんがマジで大人げなかった。さすがね、もう僕がちょっとアップアップで寄せて刺してるのに奈良原さんがその手ぬるいなとかボス。仲良く切れてたよね、マジでね。僕は仲良くやりたいんだけど、うん、後ろから仲間がそれぬるいなとか言われると、そんなことフォローしてたじゃないですか。そんなことフォローしてたから一応。いや、そうだけど。中央に亀裂が。チャンス。取ってつけたようにね。まあでも今年、やっぱ5四角機敏でしたね。5四角って。はいはい、っ先に引かれるとどうしても7六歩が残ってしまって。うん、いや、あそこはもう意外にもう勝ちづらいと思います。あ、そうなんですか。あ、まあそこでなんですね。桂を跳ねるところで歩取り込んだらまだいけるのかなと思ってるんですけどね。桂跳ねる、6五桂跳ねたところで、ああ確かにこっちが歩切れになる。桂も取れてるけど歩切れになるのがちょっと4七銀にすればよかった。4七銀、4六銀じゃなく4七銀。あ、それそうです、終盤ですね。終盤ですけど、それより前で桂の頭に角が出てて、7四角で2つ歩ついてるんじゃん。もう取り合ってるだとです。なんかぐちゃぐちゃしてたやつ、飛車がそこにまだ生きててみたいなやつですか。で、歩がぶつかってて、8五歩で取って、引いたとこですね。もうこの歩打ちを見せられて、で、ついたん焦らされるわ。ついて、歩打って、あ、この時に取り込む、取り込んで、あ、歩なり同銀の形で歩切れなんで、そっかそっか、ここで打つ歩がないんですね。あ、なるほど。あ、なるほど。これどうなんですか。うん、悪いですけど、これさっき桂跳ねの分かりよりはマシかなと思ってて。いや、確かにそうですね。これがね、次。あ、そっか、歩なりが受けれないんです。歩があればもう勝ちなんだ。7一桂受けられば、歩があれば、その一歩がないんですね。これがちょっとよく分かってなかった。さすが。はあ、なるほど。これでも結構面白いかもしれないですね。後手も難しい。後手どう指す感じですか。うん、これいや困った。こうなんか変な手だけど、桂とかですか。8五桂打ち、なるほど。逃げれば8四飛車で、まあでもなるしかないです。なってもなって、でもこれ飛車一回逃げて結構大変そうな気もしますね。立てる気しないですか。あれも引いたりしてる感じですかね。と金入って角なってぐらいで、飛車逃げて角なって、うん、まあ角なるか、まあと金寄るかという感じですね。いやでもこれはこの飛車、やっぱり後手の飛車があまり使えていないので、うん、確かにこれは先手の方が良さそうな気もするんですけど。うん、ほほー、なるほど。これですか、なんかブツブツ言ってた。なんか、まあ後手は現実に駒得は大きいので、まあ、局面としてはどうですかね。まあ難しいかなとは思うんですけど、まあでもこのと金が間に合えば、先手もそう、面白いですね。あ、でも6号はそうか、ぶつけて、なんか時間がなくなる。でもやっぱこの8四の角が残ってしまったのが痛かったですね。これがなんかお荷物になってしまって、うんうん、取られるだけの運命みたいな、うん、でもここ残して寄せに来たのが早かったですね。いや、なんか結構途中からなんか、ね、差がついちゃったみたいな、ね、ここ奈良さんがずっと言ってましたけど、中盤で、まあでも角交換、お互い同じような形なので、まあ先にやっぱ得した方がどんどんやっぱり差を広げやすいですよね。はい、いやでも全然知らない戦型でしたよね。多分誰も知らない。角交換、角交換的にこの角打たれた時にこの角ってのはあまり良くない感じですかね。でも白組でこの別れがあるんだったら
悪くないはずなんですよ。ああ今の今の話の結論から言うと先手の方がしやすいになってるんで、うーんまあまあ難しいと思うんですけど、どうすればよかった感じですかね。なんか僕これ、うん、なんとなくこう上がんないで、うん、このままでなんか、うん、なんか ね、やるのかなとか 思いながら、うんうんうん、どうなんだろうと思う。まあこっちは先着する点ももちろんありましたよね、はいはいまあ、相手より先に先着する押し方もあったと思うんですけど、負さえ入ればこういうのとか出てくるこの歩が浮いてるんで、いや角利いてて、こっちの方が打ちやすい感ありますよね。こっちの方ちょっと打ちやすいんですよね、歩が入ればみたいな、まあ、例えばこういう歩とか手に入ればついてついて歩打ってみたいな、どっちが先に仕掛けるかって感じの、そうですね、こうみたいな手前、お互いに同型なんで両方とも発生するっていう、五角こうこうですかね、三角ついて五四角ってあったんでしたっけ。そんな感じでした、まあはい、先に打つ手はかなり有力に見えますね。五四角が先に取れるから全然違いますね、さっきの逆のパターン。そうですね、なるほど、そっか、角打ちが良かったんですね、さすが。そうですね、やっぱ先着が、まあでもやっぱ継存して伸ばすのはなかなか難しい順ではありますよね。難しいですね、読めない、ある程度まで読めない。僕はなんかこの角を歩とかで取りに行くのかなと思ってましたけど、このと金から攻めたのは素早い寄せで良かったですね、ちょっとお助けの時はお力になれず、いや向こうでは逆転の名手を聞いてきたっていう、逆転の名手を聞いてきたんですけど、シャミを、まあどうせないんだろうなそう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 、まあないよなって思いながら、でもあったら嫌だなって、分かんないですもんね。そう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 、いやでも皆さん強いですね。ありがとうございます。本当にそんな握手とかないですし、佐野さんってだって本格的に将棋してたんですよ昔は、ね、なんで多分今はもう昔よりも3ランクぐらい、3ランクぐらいかな、初段ぐらいしかないんじゃないですか。いやいやいや、まあでもやれば多分すぐ取り戻せると思います、はい。じゃあ3局目、なんか上田さんが駒並べてくれたし、飛車角逆ですけどね、飛車角、本当だ、後手の、あれ珍しい、あれ後手の飛車角が逆になって向かい合うから刺したのどうなんですか。いやこれはこれであると思いますよ。そうですね、これはこれでお互い、どうええ、じゃあ行きましょう。はい、頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ2連勝で。